まあもう僕たちは勝つことしかできないので、まず練習を重ねられてよかったです。自分たちの形というのもしっかり明確になってきましたし、まあ継続してやってることが結果に出てるので、まあそれを続けてやっていきたいなと思います。まあ、個人的にもまあ途中から出ることが多かったんですけど、まあ自分の良さを出しつつ求められてることを、まあ、しっかりやるっていうところを、まあ、残りの試合も続けていきたいなって思います。オフの日、まあ、温泉行ったり、まあ、家でゲームしたり、なかなか外出できないのでコロナとかもあって、特に何もしてないですね。結構アウトドアも好きなんですけど、インドアも好きなんで、まあ、DVD 見たりとか、全然家にこもるのが苦じゃないタイプなので、まあ、いろいろしてます。まあ、残りの試合も必ず勝てるようにみんなで頑張るので応援お願いします。前期の時に1回負けてる相手だったので、まあ、本当同じ相手に2回負けるチームは昇格やっぱ難しいと思うんで、まあ、そういったところでしっかり勝ててよかったなっていうふうに思います。あまり勝てなくて難しい時期とかもありましたけど、まあ、そこでなんとか踏ん張って、まあ、そこからまた勝ち出してっていうふうに、まあ、自分たちがこうなんというか逆境に立たされた時にしっかりそこで跳ね返るメンタリティっていうのをチーム全体が持ってたと思うんで、まあ、それが今の順位にもつながってると思うんで、まあ、ここから先また、まあ、難しい試合続くとは思いますけど、まあ、全部勝って昇格に近づけたらいいなっていうふうには思います。最初まあ自分にもまあチャンスがあって、まあ、その時に試合出れてて、まあ、良かった部分もあったんですけど、まあ、そこからまあ試合になかなか、まあ、怪我もあったり、まあ、そういうので試合にこうスタートのメンバーで関われないっていうのは、まあ、自分としてはまあ悔しい思いありますけど、まあ、今チームが本当にいい状態にあって、そこで自分が何というかこう悔しい気持ちっていうのを表に出してしまったら、やっぱこうチームとして雰囲気もやっぱ悪くなってしまうし、まあ、そういったところ、まあ、自分の悔しい気持ちは押し殺して、まあ、チームのために、まあ、何ができるかっていうのをまあ第一に考えて今はやれてるかなっていうのはありますね。そうですね、まあ、夏あったかい時期とかだったら自然に触れて海行ったり川行ったり、まあ、山行ったり、まあ、そういったところと何でしょう、まあ、僕も結構家で猫飼ってるんですけど、猫と遊んだり、まあ、ゲームしたり結構充実してます。 猫ルル君です。スポンサーのユニチャームさんの製品たくさん使わせてもらってます。今まだ自分たちがこうこのような順位で戦えてるっていうこと、本当に幸せなことだと思いますし、まあそういう、こう選手たちが持っているワクワクっていうのはサポーター皆さんもまあ感じてると思うので、まあ一戦一戦難しい試合は続きますけど、まあそういうこう緊張感だったりを一緒に楽しんで戦って、まあ本当に昇格に向けて応援よろしくお願いします。